の皆さん、ヒーローインタビューです。今日は東大ヒーローお三方です。森下投手、磯村投手、そして野間選手です。ではまず森下投手から伺います。7回無失点、粘り強いピッチング見えました。いかがでしょうか。そうですね、しっかりと落ちた投球ができたのでほっとしてます。1回、2回が三者凡退、そして3回から4イニング数先頭バッター出ましたけれども、非常に粘り強く投げたように見えましたが、どういった思いで腕を振ったんでしょうか。先頭をしっかり抑えろっていうふうに言われてたんですけど、毎回打たれてたので次から修正していきたいと思います。しかし投球ピッチがありましたが、その間3度のダブルプレーお見事でした。いかがでしょう。磯村さんのサイン通りに投げてよかったです。どんな点が良かったでしょうか。磯村さんのサインを信じて投げることです。その磯村さんを信じて投げて、今日勝ち投手になって1ヶ月ぶりの白星になりました。この間どういった思いだったんでしょうか。遅くなってすみません。さあ、森下さんが感謝の気持ちをいっぱい込めていました。磯村さん、まずは磯村さんのバッティングからいかがでしょうか。はい、2年ぶりのホームランでした。ありがとうございます。振り返っていかがでしょうか。感触は良かったんですけど、毎日バッティング練習してるんですけど、打率と打点が森下より低いので。そんな中、久々にベースで一周したわけですけれども、もっと感触を楽しんでもいいんじゃないか、余韻を楽しんでもいいんじゃないかと思いますけれども、随分早く回りましたね。そうですね、打率と打点見たら早く回れないです。遅く回れないです。さあ、バッティングで一つヒーローになりました。そして今日キャッチャーの方ですけれども、森下さんと公式戦組むのは初めてでしたよね。そうなんですね、初めてでしたね。はい、いかがでしたか。いや、さっき僕のおかげでゲームズ取ったって言ってたんですけど、首振って選んだ球種がゲームズになりました。全部の球種が良かったので、はい、すごくナイスピッチングだと思います。さあ、そして今度は野間さん、お待ちいたしました。はい、今日、4冠者の大活躍です。いや、もう、この2人、チームのために、4安打で良かったと思います。昨日、今日、野間さんと第一打席がしっかり先制点につながりました。この辺を振り返ってどうでしょうか。やっぱり一番の役目としてはやっぱりチームに勢いをつける打撃だと思うので、そういったところができてよかったと思います。今シーズンはしばらく前からちょっとファンで決算を積むという時期もありました。そしてそれがジャイアンツ戦、そして昨日今日というその素晴らしいバッティングにつながったと思いますけれども、どういった思いで再挑戦をされて、そして自分に戻ってきたでしょうか。やっぱりキャプテンとして不甲斐ない気持ちで1ヶ月、2軍でやってきたので、これから、巻き返していけるように、頑張っていこうと思います。最後になりますけれども、ではお三方に一言ずつ
に向けて言葉をいただきたいと思います。まずは森下さんお願いします。はい、まあ、1ヶ月勝てなかったので、まあ、次は来週勝てるように、チーム一丸となって頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。毎日もっとバッティング練習して森下より打率も打点も多くなるように頑張りたいと思います。明日からもよろしくお願いします。とにかく明日一つ勝てる、またチーム一丸となって明日から頑張っていきたいと思いますので、明日からも熱い戦線よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。緩和のため、携帯電話を実施しております。もうしばらくお客様ご自身の席でお待ちいただくようご協力お願いいたします。ただいまお出口混雑緩和のため、携帯電話を実施しております。もうしばらくお客様ご自身の席でお待ちいただくようご協力お願いいたします。